ゲームをしっかり締めていきましたね。さてさて、先ほどからドラ君が筐体周りで新キャラわかんねえとぼやいているんですが、リアさんがわからん殺ししていくのか見ていきましょう。開幕はお互いジャンプ、ジャンエカウンターからドライブでヒートゲージを維持。まずはレベル1捕まえたいが 2D で切り返す。中段は見えて、キレクギ当てて 2D が冴える。弾は取れないが、キレクギ、キレクギ、ねえ、ちっこい固めから、駒投げをミスってしまう。バックステッドは、タッチで勝って、気がつけば、体力は、ほぼほぼバングの状態。ニーヤバレ刺さって、ヒートレベル1、オーバードライブ発動、どうすんのかわかんない。プリントシューターから、プリントシューターだっけ、わかんないけど、どうなんの？オーバードライブ状態から、コンボで、死ななかった !7100! ここは、エリアさんがドライブ発動させていたので、大噴火刺さって、死ななかった、バングの体力を褒めるべきなんでしょうかね。それともエリアさんのコンボの上手さを褒めるべきなんでしょうか、わからないですが、さあ、A系統で刻んで、6D 暴れ。ジャンビジャンシーから、ここで、偽装置クラッシュは刺さらない。集団が刺さって、バースト吐く。ジャンエジャンエ、ダウンが取れない。青ビートながらもしっかりダウンを取っていって、どうすんの？釘がヒット。2B、2C が刺さってしまう。キレイクギから、コマ投げ狙う。どうすんの？どうすんの？これはオーバードライブがあるから、これワンチャンス、あ、オーバードライブないか、あった。刺さって、これは、あるんじゃないの？消費から死ぬんじゃないのかと思ったら、その前に死んじゃった。ああ、この試合、開幕ジャンプ目立ちますけど、お互い、わかんないからするジャンプなんですかね。どうなんでしょう。さあ、直下ポイントもわからず、よくわかんないので、とりあえずガード。ジャイジャイ、コマ投げが刺さる。ここはゲージ吐かずに、コマ投げ、コマ投げ、どうすんの？ずうずうしくコマ投げ。もう大丈夫なんですか、この試合。プリントシューター、まだわかんない、まだわかんない、オーバードライブがあるから。さあ時間使って、ゲージ増やして、オーバードライブ発動。釘から触られて、これはわかんない。新必殺のディストーションは決まらず。さあ、ここでオーバードライブが消えてしまう。バンガーの釘は5本。これは、やりたいだけ。バーストがあるから、何やってもいいよね。釘、あー、ここでジャンプに B が刺さってしまう。でも勝った、おめでとうございます。勝ったのはレリアさんです。さて、決勝準決ですね、KCG 馬の骨バルケンハイン、はい、というわけで、はい、ワンビーツーピア